ットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ファン待望のフレンドリーマッチ、川崎フロンターレ対東京ヴェルディ1969。本日の試合解説は元日本代表北澤豪さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さあ北澤さん、ちょっと天候崩れてしまいましたね。そうですね、こういった天気の時はね、怪我のないように十分体を温めておいた方がいいんですよね。そうですね。さあ間もなく試合が始まります。今開始の笛が鳴りました。前半戦キックオフ、フロンター3バックのようですね。そのようですね。パスをつないでいく、下がったボールは箕輪、ここで奪われた。細かいボールの奪い合い、ヘッドだ、ピスティング。相澤、ここはよく弾いて一旦ピンチを出しました。ねえ、ちょっとね、危ない感じでしたよね。コーナーです。さあ選手の動きに注目ですね。そうですね、なんとかクリア、タイミングいいですよね。そしてここはマルクス、アウグスト、伊藤、ディフェンスラインで回します。右に回して大きく縦へ出します。長橋、ここはカット。ああ、キーパー少し出てきてましたね。負けてないですよね。前半も15分が過ぎました。パワフルですよ。おっと、このスルーパスが通りません。小林、大きく横へ運んでいきます。さあチャンスを迎えている。まだコースを探しています。負けてないですよね。クロツ、横へ運んでいきます。少し出して林、戸川、ボールを回して抜かせません。奪いました。もうちょっとパスが長すぎました。いいとこまで行ったんですけどね。これはファウルを取られました。フロンター、今のところ0対0。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、はい、よくパスコースを見切って動いた方がいいですよね。ヴェルディ、ここは及びませんでした。チェックが効いていました。はい、読まれていました。そこからジウ、相馬、大きく横へ運んでいきます。右にはたいて、あっと、これはおっと出てきましたよ。危なかったですね。そして伊藤、しかし北澤さん、はい、さあだいぶ時間も経ってきました。どうですか。そうですね、とにかくもっと打っていかないといけませんよね。まだもう少し時間ありますからね。戸田、平本、マルクス、ファールです。この位置から蹴るのは戸田。谷口、そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。さあ北澤さん、前半ご覧になった上でのコメントをお願いします。はい、そうですね、ヴェルディとしては思い通りに守れたんじゃないでしょうかね。それからどう切り込んでいくかでしょうね。フロンターレ、エリアの使い方だけを見ると全体の動き悪くないんですよね。はい、広く展開していましたし、相手のチェックも良かったと思いますよ。あとはボールを回せてるからといって油断しないことですよね。はい、後半どのような展開になるんでしょうか。前半戦が終わったところで点差はありません。両チーム無得点で折り返しています。今後半がスタートしました。ロンターン、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がヴェルディ、相馬、ヴェルディボールキープしています。さあ戻して縦に、おっと、うまいですね。
一人倒されてますね。はい、しかしレフリー声を流します。これは大きすぎました。うーん、おっと危ないところでファウルになった。フロンターピンチを迎えています。いいボール、いいディフェンスを見せます。戸田、ここは小林、あーいいボールですよ。ボールの先にワシントン、ヘルディクロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。そうですね、あと少しだけね対応早ければよかったんでしょうけどね。さあここで中村、ここでリターン、一瞬遅れましたね。戸田、米山、ベルギーボールを回します。カウンターになるか、競り合った。伊藤、少し出して前へボールが出て、これをカット、ここから小林、前に送る、中を見ている、ゴール前入れてきた、ゴール正面、ベルギーコーナーキックを得ました。おっと交代ですね。いやしかしいい戦いしてますよ。そうですね、ボールはキーパーへ。時間は後半30分を経過しました。カット、キープしています。ミノワ、クロツ、もう一度頭で、そしてここは中村、これはタイミングが合いません。しかし北澤さん、はい、お互いにこうそろそろイライラしてくる時間帯になっていませんか。そうですね、落ち着いてチャンスを見せなければならないんですけど、お互い辛い時間でしょうね。これを返してもう一度、あっと抜けてきたぞ、頭でクリアします。さらにこのクリアボールから、おっと倒された、 PK です。ここで PK、 選手が抗議しています。しかしこれはペナルティーキックになります。今のファールもう一度ご覧ください。ファールギリギリのプレーにも見えますけどもね。フロンターレここでチャンスを迎えています。ここは確実に決めてね、勢いつけたいですよね。ここいやーやりましたね、決めた、確実に決めます。ジュニーニ冷静に押し込んでいます。試合の流れが変わりました。やはりここはきっちりと決めてきましたね。さあ画面にはリプレイが出ています。あと少しでホイッスルにもなろうかというところで得点しています。左に送って前へゆっくり送ろうという場面です。意地を見せるか、ここでホイッスルがありました。絶好の場所でのフリーキック。ヴェルディロスタイム、ここに来て大チャンスを迎えます。ロンターまたメンバーを入れ替えてきます。さあどうだ、ヘディングシュート、うわ決まった、うわやりますね。後半ロスタイムです。ヴェルディ同点に追いつきました。ゴールは枠に当たって入りました。面白い試合になりました。見応えありますよ。待望の同点ゴールを見せましたヴェルディ、まさかというところで失点。同点に追いつかれたのはフロンターレ。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。さあ残り時間はほとんどありません。しかしここで同点になっています。ヴェルディとしてはしっかりと組み立てる攻撃をしていれば追いつくんだ。ここで試合終了、同点で試合を終えました。さあゲームは終わりました。
試合を振り返っていかがでした？両チームとも納得がいかなかったところもあると思いますけどね。ですが今日はいいゲームを見せてくれたと思いますよ。なるほど、それでは試合の情報を振り返ってみましょう。フロンターレ、支配率ではこちらが下回ってたようですね。そうですね、そういった場面もありましたからね。ただ一瞬の隙さえ見つけられれば得点は可能なんでね、次はその辺の工夫を見せていってほしいですよね。本日の試合は1対1、両者同点で引き分けとなっています。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではハイライトシーンをお届けしながらお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。